こんにちは。こんばんは。モナルチャンネルのマサルです。モナーモナー。髪も暗くなっておおお、そうです。はい、アイコン変えてください。いいだ、はい、大好評につきまた激安ミット買ってしまいました。前回のですね、黄色いの GP のミット、うん、まあ久々に10万再生超えました。久々だったね。いやー、人気があるということで必死に激安ミットをまた探してきました、はい。まあ、今回はもしかしたら知ってる人が多いかもしれません。おい、こちらのミットです。どうぞ。でも出したんだ。出した、こっちですね。ババーン、ファルコンです。よく聞きますね。ファルコンか。ファルコンです。で、まあ補給面はこんな感じ。こちらですね、はい、6000いくらでした。安っ。でもちょっと待ってください、それがですね3000いくら、まあ、これはまあもう無理だね。前回の GP のミットが4000いくらだったんですよ。あ、それと比べるとちょっとこうだよ。確かにこれ革です。ちゃんと本革。本革です。おー、天然比較って書いてあったんで、はいはい、合皮ではないです。それはすごい。それで6000いくらだから、これはマジで安いなと思ったんですよ。でちょっとはめてみるじゃないですか。あれ、おや、これ少年用なんですね。なるほど。まあ、ま、普通に入るんですけど、うんうんうん、大人用ではないんですね、今回は。前回はお父さんかなみたいな感じで言ってたんですけど、うん、今回はまあその君だね。そう、だから一番見てるのは多分小学生なんですよ、うん、この動画を。そうだね。動画の前の君の期待に応えるために今回こちらファルコンの、激安ミット紹介していこうかなと思います。ちゃんと革なんで、うん、硬いです。おー、ほんとだ。でも一応入るんだね、手は。手は入る。俺ね、多分ちょうど普通ぐらいなんですけど、まあ見て分かる通りこんぐらいなんですよ、手が。わかんないよ。だからまあ大人が使えなくはないと思うんですけど、まあ少年用ですということで、うん、今回はこれをキャッチボールで取って、はい、バッティングセンターで取って、はい、最後大谷翔平選手のボール。それではやっていきましょう。はい、じゃあやっていきたいと思うんですがね、硬いんでちょっとね多少手でこうほぐしましょう。皆さんはこうキャッチャーミットどういう片付けをするのが好きですか？僕ね、なんか結構この箱っぽく使うの好きなんですよね。こう四角くね、あんまりなんかこのこことか柔らかくなってほしくないですね。逆にでもさ、なんかこうちっちゃいミットでこう練習するっていうチームもあるんじゃないですか。それ用にいいんじゃないかと思いますけど。はじくな、でも。さあ皆さん、久々の投球です。ああ、またビタ止めしないとあの批判されるから。ビタ止めではない。もうこれやばい。これ前回のあのミットより全然いいわ。もう分かる。ダメです。うわ、いい。ちゃんとパチンと取れそう。あー、ちょっと弾くな、やっぱ。おお、あー、いい。めっちゃいいよこれ、本当に。これマサとか絶対好きだと思う、ちっちゃいし。ちっちゃいからね。さあ僕も試していきます。全然手は入るな。あー、ほんとだ。まだ弾くね、新品特有の。あー、やっぱなんだろう、こっちの方が破れる心配とかはしないで済みそうだよね。前回の黄色いミットは衝撃がすごかったんだけど、まあそんな速い球も投げてないけど、パチンって感じ。おい、ただ普通のいわゆる水の Z とかその辺よりはやっぱ多少薄いかな、幅は。さあどうぞ。おおおお、取れますね。もう買った初日から大人の握力があれば取れるんじゃない？じゃあ今から黄色のグラブと取り比べするんですけど、黄色は安定のこの親指の芯材の太さ。硬いね。ああ、なるほど。あ、やっぱ衝撃こっちの方が来るかも。なんか厚み自体はそんなに変わんないんだけど、合皮感が強いなっていうのはある。まあ、ただ合皮もですね、前動画で言われたんですけど、こういう雨の日には合皮がいいって言ってたね。汚れはすごい取れると。続いてファルコンで。ああ、こっちの方がやっぱ衝撃は少ないな。いいですね、ナイスボール。響いてます。
いいね。多分取る場所そんな変わってないと思うけど、衝撃が全然来ない。いいよ。いいね。オッケー。なんかこれすごいいいんですけど、小学1年生とかで買って小学校全部これで乗り切るのは結構難しそうかもしれない。どんぐらいなんだろう、2年ぐらいはいけそうな気がするけどな。どのレベルでどれぐらいの頻度で使うかにもよるけど、まあでもなんか当分は使えそうだよね。当分は使えそう、全然。はい、それではですね、今からバッティングセンターの方へ向かって、さあ行きます。はい、バッティングセンターに移動してきましたので、これで撮っていきたいと思います。怖いんで110キロぐらいで僕は撮ります。さあ来なさい、よっ。130いきます。もういきなり130いいよ。さい。あーいいね。あーいいね。はい、取る。バチンってやってください。バチンって。はい。近くで取るっていうふうなんです。どうですか？130出てない気するけど。あ、それじゃミットですか。ミットいいんじゃない？前回のよりも、そもそもデフォルトの型がいいからまず取りやすいんだよ。うわー、よ、こっちの方が明らかに耐久性あるな、ね、衝撃も全然。おい、試合できそうだね。よし、おいしょ、おいしょ、これは買いじゃない。うわー、これ普通に大人の解説ある。おいしょ、打たないでもストレス発散できる。あー、ちょっとパス終わった。いいっす、こんな感じ。ペタリ、破れ、かすれ、ナイス。これは買いだね。はい、ということで、かなり使いやすかったんじゃない？あのですね、全く破れなかった。なんか感覚、あれ、あの前回の黄色は、まあ、半年とかで結構、あっていう破れとか目立ってきそうだけど、これは1、2年ぐらいはちゃんと。しっかり手入れしてれば、もっといくんじゃない？もっといくと思うし、まあ、やっぱ、そこまで強くない革ではあるけど、なんかまあある程度やらなくなってんだけど、小学生ぐらいだよね、多分使うとしたら。だったらもう8年ぐらい使えると思います。いや、卒業してる。10年、10年、10年ないね。はい、ということで今回買ったファルコンの本革グラブ、概要欄にあるので気になる方ぜひチェックしてみてください。その他ボナールにやってほしいことはコメントお願いします。はい、本日もご視聴ありがとうございました。よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。お願いします。
ー